どうも、マツケンです。今回は12月2回目のコストコ購入品紹介ということで、今週買ってきたものをまとめて紹介していきます。12月も折り返しというタイミングでね、残すところあと2週間ちょっとというところなんですが、コストコね、これから年末に向けてめちゃくちゃ混雑が加速していきますので、買い物行かれる予定の方はですね、平日でもですね、もう基本的に多いという感じで、行かれることをお勧めします。僕が行ってる福岡の店舗なんですけど、朝一はもうね、行列がタイヤセンターの向こう側までバーンって伸びて、それってだいたい土日とか3連休の中日とかに起きる、まあ最初のね、入場待ちの行列っていう感じだったんですけど、それが平日の朝にも起こるようになるので、多分ね、もういつ行っても多いです。はい、繰り返し動画の方でもね言ってますけど、アキレス腱ね、カードで削られることが増えてきますので、ぜひね、対策しておいてください。めっちゃ痛いんでね。ということで、今週買ってきたものをね、紹介していきますが、紹介する商品の情報は概要欄の方にね全部まとめてますので、数字関係、チェックしたい方はそちらも参照ください。このチャンネルでは毎週コストコで買ったものをおすすめ商品いろいろ紹介してますので、チャンネル登録まだの方はぜひ登録して、動画見ていただけると嬉しいです。それではどうぞ。購入品1点目、こちら無洗米コシヒカリブレンド 10kg 2598円で購入しました。いつも買ってるお米ですね、今週クーポンが出ておりまして、300円オフで、購入することができました。でクーポンの期間は明日までですね、12月18日まで、安く買うことができます。この商品毎月って言っていいぐらいね、クーポンで安くなってて、300円オフという価格でね買えてたんで、もうそのタイミングをね逃さずに買うっていうのを徹底してまして、ちょっとね正確に振り返ってはないんですけど、だいたい月1袋ちょっと消費するような感じなんで、多分年間で13体分ぐらいですかね、これ買ってまして、少なくとも10体分ぐらいはね、多分クーポンで買えてると思うので、それだけで3000円分ぐらい回収できるというような感じになってますね。デフォルトの 10kg 2898円っていうのも、まあ、10kg の、ね、国産米にしては一番安いんですけど、そこからさらに300円安くなるっていうことでね、このお米が一番価格的にはね、安くコスパのいい商品かなと思います。安い理由としては、複数原料米というパッケージになってて、半分コシヒカリで、もう半分は国内産のお米、品種は混ぜてあるっていう感じなんで、お米の品種等にこだわりがなく、コスパ優先でお米買いたいよって方にはすごくおすすめでございます。購入品2点目、こちらエバラのプチッと鍋3種アソート718円で購入しました。冬の時期になると、こういった鍋のスープ系の商品っていうのがね、いろいろ登場してくるんですが、これは去年もあったパッケージだと思いますけど、クーポンでね安くなってました。3種類のアソートになってるんですけど、寄せ鍋が2袋、豆乳ごま鍋が1袋、濃厚味噌鍋が1袋の合計4袋ですね。合計で20個、まあ、ポーションが入ってるんですけど、寄せ鍋が1袋に6個ずつですね。こっちの豆乳と味噌は4個ずつになってます。均等ではないです。大きな袋を開けると、こういう小さめサイズのねパッケージがさらに入ってまして、このタイプで普通のスーパーとかでは並んでますよね。それぞれね、こういった感じのポーションが入ってまして、ポーション1個につき水 150ml で薄めていくような感じになります。大きな袋の裏面にはですね、レシピが載ってまして、炊き込みご飯とかもいけるみたいなんで、ちょっとこれ使ってね作ってみたいなと思います。いつも普通にスープ系の食べ物でね使ってたんで、ちょっとこういったアレンジ系のやつをやってみたいですね。一般的なスーパーとかで価格を調べたわけじゃないんですけど、これ1個あたり 35.9 円、クーポン値引き後はそれぐらいの価格になるので、まあお買い得だとは思います。続いてこちら豪食の茎わかめ880円で購入しました。個包装タイプの茎わかめですね、業務用サイズ 500g 入っております。そんなにしょっちゅう買わないんですけど、これもね100円オフになってたんで買っておきました。中はこんな感じで、まあ、おなじみの茎わかめですね、これがひたすら入っております。念のため何個入っとか数えてみようかな。
パッケージね 500g、 この包装込みでっていうことなんですけど、今回購入分は全部で74袋入っておりました。うん、うまい。続いてこちら、やめさんの花姫トマト798円で購入しました。前回の購入品まとめ動画でも紹介したんですけど、あれ買ってね、1回の食事でも半分以上食べてしまって、速攻で全部食べきっちゃったんで、またね、今週もリピートでございます。ほいと。今回買った花姫トマトのコンディションはね、こんな感じなんですけど、今回も粒がなるべくちっちゃくてたくさん入ってそうなものを選びましたが、下段部分はこんな感じで明らかに大きいものがね詰まってるんで、ここまではさすがに見極めきれないんですけど、この上の段に乗ってるものの粒のサイズ感で選ぶようにしてます。こういうね、普通のミニトマトサイズのものっていうのが結構ね少ないんですよね。全体的にね、ミディトマトサイズのものが多いので、うん、全部ねこれぐらいのサイズ感のものがあったらいいんですけど、このトマトはねすごくおすすめでございます。続いてこちら、長野県産のカットブナしめじ298円で購入しました。以前からこのカットブナしめじはコストコの方取り扱いあるんですけど、パッケージが変わりましたね。はい、長野県産のブナしめじと、あとはここですね、ジップ式のパッケージになっているので、このまんま開封後も使えますよという、そういった仕様は変わりがないですね。ちょっとねパッケージの裏面の文字読みにくいんですけど、ミスズライフというメーカーさんが作ってるみたいです。メーカーとかが変わってるだけで、まあ、長野県産のねブナしめじということで、まあ、変わりないんじゃないかなということでね、はい、このしめじね石突きの部分切って、バラしてある状態なんで、もう使いたい分だけガッとね掴んで、料理に入れるみたいな、そんな使い方ができますんで、すごくね、重宝しております。続いて九州の卵ひよざえもん460円で購入しました。最近400円超えたな、高くなったなって言ってたんですけど、一気にまた価格が上がっております。460円、1パッケージあたり230円ってことですね。パッケージのデザインは冬仕様、クリスマス仕様になっております。普通の卵なんで特に言うことないんですけど、ここ1ヶ月ぐらいで50円ぐらい上がっちゃってます。高い。続いてこちら、 DJ&A のポテトウェッジガーリックブレッド1158円で購入しました。前回の購入品まとめ動画で、この同じ DJ&A っていうメーカーの椎茸マッシュルームといろんなキノコのねスナックが紹介したんですけど、それのまた新しいバージョンというか最近入荷してるやつですね。ポテトウェッジということで、こんな感じでね、形はフライドポテトみたいな感じなんですけど、それのスナック菓子バージョンということで、フレーバーもねガーリックブレッド、ニンニク系のね食べ物好きなんでちょっと押さえておきました。パッケージ裏面の情報はねこんな感じで、もうほぼほぼ英語表記なんですけど、この部分ですね、日本語仕様になってますので、カロリーだったりね基本的な情報は確認することができます。 30g あたり 161kcal ということで、これね内容量が 450g なんですけど、トータルで、2400ちょっとぐらいのカロリーになります。中はこんな感じで、パッケージより色味はちょっと白いですけど、形は同じですね。お皿に出してみましたが、この距離から見るとね普通のフライドポテトみたいな感じですね。あ、持ったらね、もうね重さを全然感じないですね。この触った感じはスナック菓子。うん、うまっ。なんか初めての食感っちゃ食感なんですけど、日本でも確かこのタイプの食べたことあるんですよね。
うん、このシーズニングはね、ガーリックパウダーとオニオンパウダーがメインで入ってて、でもね、バターの感じもしっかりなんかあるんですよね。鼻から抜けるのがなんかバターっぽい香りがします。で、この間紹介した椎茸マッシュルームとかのやつよりかこっちの方が分かりやすいかな、味的には。うん、普通のポテトチップスとかと違ってかなり厚みがある切り方をしてるんですけど、低い温度でじっくりこう揚げてるから、あ、こういう食感になるらしいです。ガーリックとかオニオンの風味もありますけど、塩気もね結構強い部類になってきますんで、あんまり個数は食べれんかもしれない。なんかこの厚みがある分ね、ポテトチップスとは違った食べ応えがあって、この味自体も美味しいんで、こういうスナック菓子好きな方はね、ぜひ食べてみてください。僕が行ってる店舗では結構ね、在庫たくさんありました。一時期ね、なかったんですよね。これ買った時は本当最後の1段分ぐらいの状態で買ったんですけど、しばらくしたらね、入荷して満タンパレット1杯分、店頭に並んでましたんで、ちょっとね、1000円超えてて高いっちゃ高いんですけど、美味しいです。指がガーリック。続いてこちら、函館武田の数の子松前醤油漬け、1428円で購入しました。毎年年末のこのシーズンにだけ登場する数の子の松前漬けですね。これめちゃくちゃ美味しくてね、去年、年末に買って、それ以来ぶりにねまた買いました。この商品前回の動画で詳しく紹介しておりますが、これがね登場したタイミングが12月8日でした。ちょっとね動画出すまでにタイムラグがあったんですけど、まあ、例年並みのタイミングかなと思います。去年この商品1000円切る価格で販売されておりまして、今年は400数十円アップした状態でね、店頭に並んでおります。で、まあ、値段だけ見るとやっぱり高く感じてしまうんですけど、時期も時期ですしね、まあ、円安の影響をもろもろ受けて、その価格になってるんじゃないかと、まあ、コストコで1400円台だったら、まあ、他だともっと高く売られてるはずなんで、まあ、お買い得なのはやっぱコストコで買うのが一番ですね。地方によってはこういった松前漬けはね、自分家でつけて、作るよみたいなこともあるみたいなんですけど、まあ、福岡とかだとね、なかなかそういう風な感じでやってる人もいないんで、こういったね、パッケージ化されてるのはすごく助かるんですよね。もう切ってざっと出すだけでね、もう食べれちゃうんで。このパッケージのいいところは、数の子が丸ごと切らないまんまね、そのまんまドンと入ってるっていうところで、多少崩れてるものもあるんですけど、なんかよそで松前漬け、祭事とかでなんか量り売りのところとかを見るとね、この丸ごとじゃなくても細かく食べやすいサイズに切ってあったりとかして、結局ね一口で全部食べるわけじゃないんで、食べるときはちょっとずつ切って食べるんですけど、まあ、盛り付けの段階でこのなんか一本丸ごとドンっていう風に盛れるんでね、すごい見た目も映えて、見た目だけじゃなくて味も抜群にいいんでね、すごくおすすめです。これからクリスマスがあって、その後年末に向けていろいろ買い物が進んでいくと思うんですけど、この数の子松前はね、正月用食品の中でも売り切れるのが早いんで、なるべく早めに確保しておくことをおすすめします。去年だとクリスマス終わって2、3日はあったっぽいんですが、今年はどうなるか分かんないんでね、ぜひ在庫があるうちに確保しておきましょう。おすすめなのはね、2つ以上2箱以上買っておくっていうのがおすすめです。なんでかって言ったら、美味しくて速攻で開封した分食べきっちゃって、もうないじゃんってなるから。今年は2箱とりあえず確保してたんですが、あと1箱ぐらいはね、もう完全に自分で食べるように、こそと食べるようにね、キープしとこうかなとちょっと考え中です。普通の塩漬けの数の子あんま好きじゃないんですけど、この松前漬けはもう抜群に美味しいので、数の子好かん人これ多分美味しいって言って食べると思います。
ということで以上8点ですね。12月2回目のコストコ購入品紹介でした。いろいろスイーツ系の商品はね、買って紹介してるんですけど、メインの食事を何にするかというのはまだ決まってないんでね、ちょっと悩ましいですね。肉にするかピザにするか寿司にするか、まだ決まっておりません。ということで今回の動画は以上になります。このチャンネルでは毎週コストコで買ったもの、おすすめ商品いろいろ紹介してますので、チャンネル登録まだの方はぜひ登録して動画チェックしていただけると嬉しいです。この画面の下に動画評価するボタンありますので、グッドでもバッドでもどちらでも構いませんので、どちらか押して動画の評価していただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。この動画の本編の部分をさっきまでねちょっと編集してたんですけど、顔がねめちゃくちゃ荒れてて、睡眠不足と今月まで、前半まで続いてたスイーツ関連の、影響が今一気に出てるみたいですね。マジで痛い。前々回更新した動画なんですけど、クリスマスシーズンのケーキスイーツまとめみたいなものですね、全然再生されてないので、まだ見てないよっていう方いらっしゃいましたら、この後にね、見ていってください。それでは。